しくださいえー、ここからは「次世代シーケンシングを用いた遺伝子発現解析のガイド」というタイトルで、えー、私理研の CLST から来ました原が担当いたします。でえっとまずちょっと自己紹介から始めたいと思うんですけども、えっとまあ、こんな経歴があって基本的にはあの私のバックグラウンドは分子進化学と比較ゲノム学でまあ ヒ人とかチンパンジーとか金衛種の比較からもう少しクマムシとか、えー、ヤモリとかサメとかそういうワクワクするような動物のゲノムまでいろいろなゲノムを調べてその進化の成り立ちというのを調べていたりするんですけども、えー、とそれと並行して、えー、特に現在はそのシーケンスコアっていう、まあ、研究室の役割があって、えー、それで、えー、と他の研究室から依頼が来るような 依頼が来てそれをシーケンシングして解析をするという役割も果たしてもう過去形なの果たしていました今は同じ研究室になっと研究の方一本になったわけですけども昨年度まではそのシーーンススのサービスにも関わっていましたであと私は名古屋出身でただ北東部の方に住んでいてそっちが暮らしのメインだったので藤田保健衛生大学に。 に足を踏み入れたのは初めてです、えー、えっとこれが私が所属している、えー、研究室の,、まああのシーケンシングの部分の,研究あの実験室を、まあ、写真撮ったものなんですけども、えー、イルミナのハイセックという、えーまあ、大型のショートリードのシーケンサーが2台入っていましてそれからイルミナマイセックという小型の、えー、実際シーケンサーも入っています。まあただあの 対効果の関係から結局ハイセクばっかり使っているという感じなんですけどもそれ以外にもいわゆる酸化シーケンサも2台入っていまして酸化シーケンサはやはりこの時代でも一つ一つシーケンスを読みたいという授業はありましてこれはフルに稼働していますでシーケンシングコアのメンバーはまあここは純粋な研究のスタッフもいればシーケンシングサービスのスタッフもいるんですけども こういうまあじんまりした構成でやっていてこの構成の中にまあシーケンス担当の人とそれからえ配列解析担当の人それから両方できる人もいますでえっとまあウェットとドライのスタッフが密に連携していって r n a s ックを中心にチップイークであったり a t クスイ i クそれからまあ新規のえ生物のゲノムの配列の決定なんかを行っていますでサービスの依頼を受ける時なんかはえコンサルテーション どういうい実験をしてどういうことを得たいのかというそこの相談から一時的な解析ままで手厚くサポートしていますでそれ以外にもまあチュートリアルなんかを開催して特にまあ理研の中の研究室の人に対して自分でもし解析するとすればどういうふうに解析すればいいかとかそれからシーケンシングのライブラリを調整するにはどういう実験手順が必要かと。 そういうよういいよなな教育的なサポートも行っていますで、えっと、今日ここにいらした方はウェット特にウェットの分子生物学的な実験のエキスパートの方がほとんどじゃないのかなというふうに思うんですけどもこの実習と特にあとであるこの講習とあとである実習のパートは そういうような方をロールプレイしていきたいなというふうに考えています。でそういうような方でもあの、まあ、生物学的な知識がまあ非常に豊富な方でも大量の情報を扱うっていうには慣れてない。でそういう時に、えっと、壁となり得てでも実際にアルインセックを行っていく上に必須になることがまあ2つあるわけなんです。でそれは、えー、とデータをハンドリングするスキルそれから データこのデータはまあいいデータか悪いデータかを評価してでそれでそこから生物学的な知識を、まあえー、解釈していくようなリテラシーこの2つがあるんですね。で、えー、今日はこっちのデータを評価解釈するリテラシーに絞って、えー、お話をしていきたいと思います。で先ほど中田さんの,あの講義の時にもいろいろな本があったと思うんですけどもでそういうところには方法の紹介っていうのは 結構しっかり述べられているんですけどもリテラシーというのは案外学びにくいことの一つだと思いますなのでまあその我々のそのシーケンシングコアの経験を皆さんに共有できたらなというふうに思っていますそれでえと今回まあ行うことはま,あまず RNA 飼まあゴールですね飼育の実験を問題なく行ってデータが持つ生物学的な情報を正しく 解釈するためのリテラシーをお伝えしたいと。で、それで、えっと、まあ、実際の手順については、まあ、概要のみ、さらっと述べる程度にしたいと思っています。で、じゃあ、そのリテラシーっていうのは何かっていうと、まあ、えっと、今、簡単に r n s e q の入り口と出口というふうに、えっと、名付けているんですけども、入り口というのは実験計画の立て方。で、出口というのはデータを、まあ、実際にシーケンサーから、えっと、生み出されたデータ、 を見る目を養ううとということですでそれはまあ一つはシーケンスリードのクオリティの評価それから、まあ、さっきの繰り返しになりますけども発言、まあ、発言を最終的には定量するわけなんですけどもそこから導き出される生物学的な特徴の抽出ということになります。でえっとまあ,あのデータをハンドリングする方をはしょってしまったのは、まあ、結構大きな理由というのは えー、この2時間でお伝えできることではなかなかないということで先ほど紹介あったその RNA シーケンサードライ解析標本で、えー、と授業の一例、えー、授業プランの一例が書いてあったんですけども、えー、8コマですね8コマかけてやってきますそれから、えー、NBDC が夏ごろにいつもあの開催している、えー、ハンズオンの講習会なんかも 二、えー、週間近くかけていろんなシーケンシングの解析方法を学んでいくことになります。ですので、えっともし解析方法についてどっぷり学びたいという方は、えー、と講習会を受けるなりして、えー、まあある程度短期間にでもそれなりの時間をかけて学ぶことをお勧めしたいと思っています。 でそんな時間がそんなに取れないよということもあると思うんですね。ではそういう場合には、えっとまあ、いろんな、えっと、解析できる機械というのを活用していただくというのも手だと思います。でえっと、もちろん共同研究をして、えっと、バイオインフォマティシャンの人と、えー、共同研究をするというのも一つの手ですし、えっとまあ、我々みたいなあのシーケンシングコアがあるところはそこに、えー、配列解析も依頼するというのもいいと思います。 でそれで、えー、受託解析する場合ですね、えーまあ、会社によってはあのもうシーケンシングのサービスの中に、えー、配列解析も、まあ、含まれている場合もあるんですね。えーまあまあ、ちょっと調べてみたらこんな2社が見つかってきたわけなんですけども、まあ、こういうのを、えー、使うのもいいと思います。ただ、えー、それでもあの受託で解析する場合でも。 実験計画やデータに関する責任というのは研究者側にあるわけでやはりリテラシーは最終的に必要になってくるわけなんです。で、えっと、まあ今日お話しすることはこの3点に分かれています。で最後の3の r n a s e の出口について実習を少し入れていきたいと思っています。で最初インントロダクションですね えっとここはもう社会に説法になると思うんですけども、えー、転写産物の配列情報を読み取る場合にはまあ昔からよくやられているように、えー、RNA、えー、メッセンジャー RNA を逆転写して CDNA を作ってでそれで C 検査にかけるとで、まあ、これはあのイルミナのショートリードでも同じ原理を使っていますでただスループットが違うんですね、えー、イルミナノ、えーまあ、だったり そういういショートリードの超並列シーケンサーの場合ですと1本あたりのリードっていうのは50ベースだったり100ベースペアぐらいなんですけども膨大な分子数ですね動物の場合ですと1サンプルについて1000万リードとかそれ以上とか使うことになりますでその大量に出てきたシーケンスのリードをえーまあ ゲノムだったり転写産物だったりに貼り付けるとマッピングするといいんですけどもマッピングして発言を定量化します。で複数のサンプルで発言量そのマッピングしたリードの数から発言を定量化してで複数のサンプルで発言量を比較してでグループあるグループに特異的な発言を示す遺伝子というのを同定します。それ以外にも 基地の遺伝子情報と照らし合わせて新規の遺伝子だったりとかスプライシングバリアントなんかをゲノムからすするとということもできますで例えばこんな研究が行われてきましたっていうのをちょこちょこっと見せたいと思うんですけども一つは詰め替えるですねゼノパスの、えっと、発生初期の各ステージの欄を肺を取ってきてでそれでそこに含まれる転写 転写された RNA を網羅的に取ってきて片っ端からシーケンシングをするとステージごとの特徴が見られるよとかそれから人の成人の褐色脂肪細胞を取ってきてそれでそ,のそこに転写される分子を片っ端から調べてどういう特徴を持っているのかマウスの同様のアナログスもしくはホモロガスかもしれないんですけども 褐色脂肪細胞米ュ,ュ脂肪細胞と比較して、まあ、実は人の褐色脂肪細胞というのはマウスのベージュ脂肪細胞とよく似た発言プロファイルを示すということが分かってきたりとそれから、まあ、新規のマーカーを同定したりすることができます。でがん、えっと、細胞なんかのトランスクリプトオム解析を行うとがん細胞の中では、まあ、染色体が頻繁に組み替わっていたり、まあ、血質が起きていたりしてその結果フュージョンジンが生じたりするんですね。 でそれれが、えー、と転写されるとそうすると RNSX で、えー、捕まえてくることができる、えー、ということでフュージジョンジンの導体ができたりしますで今はさらに解像度が、えー、上がって C、ね、細胞の転写さを増幅してシーケンシングしてやろうというシ,シングルセル r n s クなんかも、えー、非常に盛んに行われるようになってきました。 で組,織の組織を取ってくると、まあ、いろんなものが混じっているんですよね。脳をグリッと取ってきても血管ももちろん含まれているわけでニューロンだけが含まれているわけではないんです。で、えっと、RNA きちんとまあ細胞を、えー、ソーティングしてやってで目的の細胞だけを取ってきて RNA スティックをすれば、えー、その狙った細胞腫の発現プロファイルを調べることができるようになります。 でまた一細胞を調べることによって細胞間の発現のばらつきですね接動っていうものを、えー、調べることもできるようになります。で、まあ、こうやって、えー、R にセクするといろんなことが分かってくるようになって、まあ、非常に魅力的なツールであるんですけどもその前に、まあえー、やってしまおうと言ってえイ、ー、ヤとやる前に、えー、ちょっと立ち止まって考えてみてもらいたいことがあります。 まあ一つはまあ最近それなりにえとコストは下がってきているんですけども RNSEC にはそれなりのコストがかかるということです。やっぱり十数万円以上かかります。であと後戻りできるところとできないところがあってえサンプル調整でシーケンシングをしてしまったらもうそのサンプルについては後戻りできない、まあ、失敗してしまったらもう一回やり直ししかないと。ただシーケンシングデータの解析の部分っていうのはえ何回も。 もうデジタルのデータになっているので何回も解析することができます。でまあ,あのシーケンシングであまりよくないデータを出してしまったら、えー、それをバイオインフォーマティクス解析で、えー、挽回するっていうのは非常に困難です。やっぱりい、e、いでシーケンシングをしたからこそいいデータが生まれるわけなんですね。であともう一つその配列解析でバイオンインフォーマティクス解析で、えー <laughs> 注意しておかないといけないのはプログラムに、えー、と配列データを投げたら何、まあ、か結果返ってくるんです。でその何か返ってくる結果っていうのがあの本当に正しいかいつもエラーを入ってくれるわけじゃないんです。クオリティの悪いデータを入れたときにその返特にプログラムのチェックの中で、えー、悪いことが起きてないっていうふうに見なされたら何、えー、か結果が返ってきてでもそれは正しい。 かどうかっていうのは分かるあ、その時点ではわからないと。なので、えー、まあ、データをきちんと見る目というのを、えー、養う必要があります。まあ、つまりバイオンインフォマティクスというのは魔法ではなくって、えー、無理なものは無理でも妥当な実験計画を立てなければいけません。でそれでもう一つ、用法を守って使わないといけないということです。でなので、えっと。 解析結果を盲信するわけではなくて常に結果をチェックすすることが必要で,すでそのチェックの中にはそれは全部バイオインフォマティクスのツールを使うだけではなくて皆さんがこれまで培ってきたその分子生物学のインスピレーションというのが非常に役立ちます。で、えー、と次のパートに移りたいと思います。 まず RNSX の入り口ですね実験を始める前に、えー、計画を立てていきましょうというところからお話ししたいんですけども、えーまあ、よくある RNSX というのはディファレンシャルエクス e レッションアナリ n a と呼ばれるんですけども特定の2群もしくは複数の群で発のを比較してあるグループに、えー 特異的に発言するつまり発現に差異がある遺伝子を同定するということです。で今いろいろあるんですけども例えば同じ幹細胞由来の異なる細胞主観であったりとかそれからワイルドタイプとミュータントであったりとかそれから同じ組織をだったり肺,の肺を異なる時間でサンプリングして時間に基づく遺伝子プロファイルをトラッキングしていったりということが考えられます。それ以外にも 発言が異なる遺伝子を同定するだけじゃなくて単に発言している遺伝子転写産物をカタログ化するという役割もあります。でその中にはそうですねロングノンコーディング RNA とかアノテーションされていない新規の発言している分子を同定したりとか。 それからゲノム情報やトランスクリプトトンの情報がない新たな生物を取ってきてその生物の遺伝子のカタログを作ったりするなんてことが考えられますそれでそういう解析を行うための実験計画なんですけども良いデータ解析を行うための計画を立てるとで可能であればえと データ解析をを担当する人も交えてて立案をしてください私たちのシーケンシングコアではコンサルテーションには必ずバイオインフォマティクスの解析をするメンバーも立ち会ってどういうデータを得るためにはこういう実験計画が必要ですというようなことを話し合うようにしています。 とりあえずシーケンシングしたけどちょっと分かんないし誰か解析してよっていうのだともうその時点でバイオインファンティクス解析をしていいデータが得られるかどうかっていう実験計画が立てられてないかもしれないのでまあそういうことはできるだけ避けるようにしてください。それで例えばディファレンシャルエクスプレッションアナリシスに対するチェックポイントをいくつか挙げてみたんですけどもきちんとバイオロジカルレプリケーツを用意しているか。 それから RNA 量を十分確保できているかそれからライブラリの作成方法だったりそのキットどういうものを使うかそれからシーケンスするリード量ですねイルミナーでいうんだったらフローセルのどれだけ読むかそれからリファレンスゲノムデータが得られるかマウスとかだったらまあいいんですけどもえなんたらメダカとか普通のメダカじゃなくて他の東南アジアに何か住んでるメダカを読みたいってなった時にリファレンスが得られないからゲノムを トランスクリプトもアセンブリにしないといけないなとかそう,うとそういうことを考えないといけないことがあります。それから、えー、と同じ生物種でも、えー、実験の系統とリファレンス今回その時に用いる実験の系統とそれからリファレンスゲノムを作った系統で、まあ、遺伝的な距離があったらそれもいろいろ解析する上で、えー、考えないといけないことが出てくるファクターになります。 でまず1つ目、ちょっといくつかさっきのチェックポイントの中のことを、えー、簡単に述べていきたいんですけども、バイオロジカルレプリケースっというのは、えー、とこの図マウスの図でいうと、えー、と右側の異なる個体から異なる、えー、シーケンジングのサンプルを、ライブラリを作るということです。テクニカルレプリケースっていうのは1つのはつ個体から 少しずつ条件を変えて、えー、異なる、えー、ライブラリを作ることなんですけどもそうではなくって例えばこの右下の図ですね2つの細胞の、えー、発言の比較がこう書いてあるわけなんですけども特に上の方の2つとかどっちが発言が高いか低いかよく分かんないなということなんですけどもえー こうやってトリプリケートを取ることによってそれを2つのグループで比較すると上の2つはの発言は優位に差があるなということが分かるようになります。で私たちは私たちがシーケンシングのコアでは3つのレプリケート以上ですね少なくとも3つ用意してくださいというふうに言うようにしています。 まあこれはえっとやる実験によって変わってくるので必ず3つ用意しないといけないというわけでは必ず3つ用意すれば十分だというわけではないということを心に留めておいてくださいただまあ3つあれば1つ失敗しても2つでレプリケートを保,って保つことができるので最低3つは欲しいなというような考えでいますそれで 次ラライブラリー調整ですね RNAseq のライブラリーを作る時っていうのはもちろん RNA が必要でトータル RNA を用意するわけなんですけども、えー、これもキットによりますキットによりますけど、えー、まあ1マイクロあるといいなという感じですそれでこの1マイクロを取ってきた RNA というのはええー、出ぐってない分解してないっていうことが非常に重要ですでえー、とバイオアナライザーなんかの で、えー、どうして、えー、その RNA の質を見ることができるんですけども、この図の上のにあるように、えー、と2つの 18S と 28S のライボソマル RNA のピークがピンピンと立っていて、でそれで、なんか他の RNA が、えー、少しうっすらといろんな範囲にわたって見えるというのが、まあ、これが質がいい RNA で。 えとこれをこの状態を測る指標があって RNA インテグリティナンバーってリンチって言うんですけどもまあえ一番上のようなえと波形を示しているとえリンチが高いとこれだと10になってますね。でどんどん RNA が出ぐってきてえとライボソーム RNA のピークが低くなって分解されていろんなあの波形がぐちゃぐちゃぐちゃっと現れてくるとこのリンチが低くなっていきます。 でまあ、こうなると、えっと、RNA セクにはできさないということになります。でそれでトータル RNA を取ってきた後に、えー、mRNA だけが欲しいんですよ、ね。で、まあ、その時にどういうふうな、えー、ツール、えー、プロトコルでやったらキットを使うかということも、まあえー、結果に響いていきます。まあポリエセレクションっていうのが、まあえー、よく使われる方法です。それから、えーまあ、限られたモデル生物なんですけども そのモデル生物が持つライボソマル RNA の配列でリボソマル RNA だけをつってくるというリボゼロとかそういういキットのも使われていますそれからこの RNA をフラグメンテーションしてそれで逆転写するんですけどもあまり短くフラグメンテーションしても例えば100ベースのシーケンシングのリードがあるのに80ベースぐらいにフラグメンテーションしてもあんまり意味がなくてやっぱり100ベースを超えるだけ。 シーケンスリングのリード分だけはあのフラグメントの長さが欲しいんですね。だからそういうところを考慮してフラグメンテーションの条件も作ると。それから、えっと、PCR そのライブラリ調整の中には PCR も含まれるので PCR サイクルについても、えー、まあこれは少ないほど PCR サイクルが少ないほど PCR バイアスの影響が少ないです。まあ減らすには RNA のアマウントがトータル RNA の量が多いほど。 サイクル数が少なくすることができます。で、それでこのライブラリ調整っていうのはできるだけ同じ条件で行ってほしいです。同じ日であったりとか、同じロットの主役であったりとか、同じ人であったりとか。で、実験環境のこのブレですね、がシーケンシングに影響を与えて相関してしまうことがあります。これをバッチエフェクトっていうふうに呼ぶんですけども、同じえっとまあ、 テクニカルであったりバイオロジカルなレプリケートを通っても2つこの緑と赤でちょっと実験にブレがあったりすると発言のプロファイルを比べた時にえ緑と赤で固まってしまうんですね。本当はこれはもうとバラバラになってほしいんですけどもえ実験のブレでえ結果にバイアスがかかってしまうということがあります。でいやこんなことを本当にあるのって思われる方もいると思うんですけどもこれは私たちの チームで本当にあった例なんですけども ABCD っていう2 4つのサンプルがあってそれで3つのレプリケートがあったんですね。で RNA セクして発言プロファイルの類似性に基づいてこうクラスタリングしてみるとどうもあの例えば A とか B も D もそうなんですけども、えーとえー、レプリケートが1つにクラスターしてないんですね。いいいいいやなななんだこれおかしいなおかかししっっててう,うに思っていたらこれ この1番って枝番がついてるやつは他のと違う日にサンプリング、えー、ライブラリー調整この時はサンプリングかなサンプリングとライブラリー調整をしたということが分かって、えー、ここバッチエフェクトがあった,ったということに気づかされましたえっとこれはちょっと純粋にはバッチエフェクトとは呼ばないんですけどもいくつかの、えー、あライブラリ調整の キットを試してみてみそれで発言プロファイルに基づいてクラスタリングしたんですけどもキットごとにこんな感じで分かれてしまって本当はこれ2つの細胞種なんですね S と N と。でクラスタリングするとそれぞれのキットごとにまあ大体キットごとに S と N の分岐があるわけなんです。なのでこれはえっと細胞種の特徴よりもえライブラリー調整キットの特徴の方が 色濃く出てでえっとでライブラリ調整した後はシーケンシングをしたいわけで、えーまあ、プラットフォームイルミナーを使うか他のシーケンサーを使うかとか細、えー、するリード帳ですねそれからどれくらいの数を読むかシングルエンドペアエンドどうするかとかいろんなことがあるのでこれは得たい情報量と予算に合わせて選択をするということですでリード数とそれからレプリケートどちらを取るか まあ、例えば予算的に1億リードを読めるとしてで、えー、1つのサンプルに1億リードをつぎ込むのか、えー、5つのサンプルに2,000万リードずつ分配するのかというような問題だと考えてください。でいくつか、えー、とここにグラフを載せているんですけども左のグラフというのは、えー、レプリケートの数が増えるともしくはえっ、ー、と ここですねレプリケートの数ですねが増えるほど上にいくほどそれからリード数が増えるほど優位、えー、に発言が異なるとされている遺伝子の数というのは増えます。でまあ1,000万リードを超えるとなんとなくこのリード数に対するど、えー、発言に差がある遺伝子の数というのはの増えというのは緩やかになるので。 まあ1000万リードを超えるといたずらにリード数を増やすよりはレプリケートを増やした方が効果的だというふうに考えられます。で真ん中のグラフはこれはグループ間であの2群で発言の比が小さいあすいません発言の比が大きい遺伝子というのは少しのレプリケートでも同定、えー、できるという。だけど発言の グループ間の発言の比が小さい遺伝子というのはたくさんのレプリケートを作らないと優位に差があるというふうに同定することはできません。でえっとまあざっくり言うとレプリケートを増やすとフォールスネガティブを減らせます。で、えっと、フォールスポジティブは、えっと、レプリケートの数に関係あるかというとどうも関係しないそんなに関係しないみたいでこの一番グラフの下にベトッとくっついているのがフォールスポジティブなんですけども。 まあ若干、えー、とレプリケートが増えると高くなってるかなというようなイメージ見た目もにもなるんですけどもあまりレプリケートの数には相関しないとだから、えーまあ、安心してある程度安心してレプリケートの数を増やすということはできますでシーケンシングするのはどこにしようかと、えー、自分の自前であればそれでいいですし、えー、とファシリティに頼んでもいいしさっき言いましたようにアウトソーシングしてもいいと共同研究 先を使ってもいいし、えー、っと今日の午前の講義にもありましたように、えー、データベースからシーケンスデータを取得してもいいのですがやはりあまどっちにしても実験の結果実験の計画というのが非常にに重要になってきますでどの形でデータを受け取るかということなんですけどもこれも先ほど中田さんの講義にあったようにファースト Q ファイルと一番単純なシーケンスのデータからゲノムに貼り付けた形。 えさらにもっと進んでどの発言どの遺伝子にどれだけ発現しているのかとグループ間でどれくらい違うのかという、えー、解析前進めた結果どれをもらうかっていうのも、えー、考ええー、オプションがあります。で上の方に行けば行くほど下の方に行けば行くほど解析がより進んだ状態で上のファイルをもらえばもらうほど下流のデータを出すには、えー、高いバイオインファーン高いバイオインファ インフォマティクスのスキルを要するということになります。まあ、で、データの解析、まあ、シーケンスのデータが出たらその後まあこう解析していくのがわけなんですけれども、こんな感じのが、えー、RNSF の発言解析の一般的なフローです。でまあ、先ほど言いましたように、1サンプルあたり数千万リードを読むというでどんなぐらいのファイル、えー、と大きさのファイルが生じるか。 これも先ほど中里さんからいろいろ説明があったと思うんですけどもまあ数百メガから数十ギガのデータがどんどんどんと出てくるわけなんですねでまあ最後にはまあエクセルの大きめの Excel の表に落ち着くぐらいのデータになりますでこういうデータを出していくにあたってやはり一番効率的なのは Linux が搭載されたワークステーションでコマンドラインで行っていくということですただここら辺のの部分っていうのは 発言定量以降の部分っていうのは普通の皆さんが今正面にあるようなパソコンでも行うことがでできますでもやはりその上の大きなデータを扱う部分っていうのはそこそここ高性能なワーークステーションが欲しいですまあでこういう実情があるのでリ列解析を自分でするには例えばワークステーションの導入であったりとかそれから解析プログラムのインストールであったり でまあ、それらを行ってさらに実際に解析を行うにあたって Linux のコマンドライン R 言語のスキルこんなようなことがいきなり必要になるわけでやはり壁は高いなと感じさせるかもしれませんただその中で、えー、実際にハードウェアを用意するという点では遺伝権にス,、えー、スパコンがあってそれを申請すれば無料で使うことができますし DDBJ にはリードア Annotation p i イ e といってウェブから、えー 解析を行う、えー、キットが用意、ウェブツールが用意されているのでそれを使うこともできますでここからが、えっとえー、実習も兼ねた、えー、講習になっていきますでえっと、まあ、自分が、えー、解析をシーケンシングを依頼して解析,解析をするんだという つもりでちょっと考えていくロールプレイしていきたいと思います。で、えっと、ここで考えたいのは、えー、まあ携帯形成以降のにオスとメスの差っていうのは何があるだろうと。でそれを分子レベルで知りたいといろいろ見る組織っていうのはあるんですけども例えばまあ これを分子レベルで言うというともう本当に単純化しすぎなんじゃないのっていうふうに怒られると思うんですけども例えば認知の精査認知ってまあいろんな知覚ですね知覚に関する精査というのは脳のトランスクリプトームをやってみれば何かしらオストメスで発言している分子が発言が異なる分子があってそこから辿っていくことはできないかというふうに考えるのも一つの手です。 まあこれは単純化しすぎてると思うんですけども、まあ、そんなことを想定してみましょうでそ,それで、えっと、症状疤のアダルトの脳を用いて、えー、発現遺伝子発現に自由差があるかっていうのを調べてみましょうそのために RNA スイクをしましょうというふうに考えます。 で今回既存のデータあの発表されたデータを使うので正直言って微妙なんですけどもお勤めするごとに2つのレプリケートを用意しましょうという実験計画を立てます。本当はもっと用意ししてほしいですでそれで1ライブラリあたりに成虫60個体分の脳から抽出した RNA これもあのいろいろ考える要素があります。本当にあに複数の個体から集めてくるのがいいのか、えー、少なくてもいいから1個体の脳から集めてくるのがいいのか。 えー、実際には悩まないといけないところだと思います。で、中、え、絶、っと、した RNA をライブラリー調整して、えー、イルミナのシーケンサーで、えー、51塩基のシングルエンドでシーケンシングをすると、それで、えー、バイオインフォーマティクス解析については、えー、共同研究者とか、それから、えー、受託業者に依頼したという体で、えー、発言。 配列データですねそれから配列をゲノムにマッピングしたデータそれから発言定量と発言比較解析は行ってもらいましたというそれ,を納それが納品されましたということにします。それで納品されたらまずシーケンシングのクオリティまあこれはもうあの自宅に頼んでも、えっと、ファシリティに頼んでも 共同研究者に頼んでもこれはもうすぐ最初に見せてもらえるものだとは思うんですけども、まあ、実際に自分で調べないといけない見ないといけないという場合になった時のことを考えます。でシーケンシングのクオリティが低下するというのはどういうことかっていうと、まあ、サンプルと無関係な配列が入っているとかそれからクオリティが低い塩基つまり QV 値と呼ばれるんですけども。 QV 値というのは、まあエラー率に相関する値なんですね。このこれが低ければ低いほどエラー率が高いと。だからそういうようなえっと QV 値が低い、延期が含まれる、たくさん含まれるような配列があると。それから PCR による重複が多いと。それからごく少ない種類の配列がデータの大半を占めてしまうと。こういうのものはやはりシーケンシングでクオリティの低いデータとして考えられます。 でこのクオリティをプログラムでチェックするんですけどもこれは先ほど中田さんの話も出てきたファスト q c と呼ばれるものですで早速、えー、演習に入っていきたいと思いますで取得した配列のクオリティを見てみましょうとで、えー、以下の点について観察して、えー、データの質について考えてみましょうということですでえっ、ー、とちょっと画面を切り替えまして Windows の方です、ね、一応手順はえー、っとなんかエ e ァーノートこれこんなのが出てきたらスキップっていうふうに押しといてくださいえー、っとこの画面が出てきてでそれでファスト QC のやり方なんかっていうのは、えー、ここをたどっていくと書いてあるんですけども一度、えー、っとこちらでも、えー、示していきたいと思いますで、えー、こちらのあの 自習室の担当の方とそれから島田先生に依頼しまして Java の最新版のインストールというのは行もう終わっています。でファスト QC についてももうデスクトップにダウンロードしています先ほど開いたこの a j a x 終わりのファスト QC というフォルダーの中でえーっと「RunFastQC」という「w i n d o w s バッチファイルというふうに種類のところに書かれているこれをまあ ダブルクリックするとちょっと待つとこういう画面が開きます。でこのファスト QC っていう画面に開いたら右上にファイルあすいません左上にファイルというところがあります。これですね。これをクリックするとで「ファイルオープン」の順番でクリックしてください。 でえー、っとでまずデスクトップに移動しましょうデスクトップに移動してで AJAX 終わりでその次に AJAX 終わりの下のデータですねで次に FASTQ 一番上に来てると思うんです FASTQ でそうするとこの2つのファイルが見えますで えっと、名前の短い方ですねトリムドっていうのがついてない方を、えー、クリックしてで右下の「開く」というボタンをクリックしてあげてください。ここまでで、えっと、今これで計算が始まったんですここまででうまくいってない人もしいたらおそらくあの多くの皆さんはもう終わっていると思うんですけども、えー、こんな画面が開かれてえっとえー ここにチェックだったりビックリマークだったりペケだったりっていうのが現れます。ですこの、えー、緑とか赤とかあ黄色のアイコンっていうのはお、まあ、およその目安で、まあ、うまくいってますよとかちょっと注意してくださいよとかこれダメですねっていうのなんですけどもあまりこれは r の r s i c の場合は全てを全て、えー、信用しないでください。で、まあ、最初のベーススタティスティックス,スのところは えっとまあどういうファイルで何個の配列があってえーシーケンシングの長さはどんだけでえーシーケンスの長さリードの長さはどんだけで自身コンテンツがどんだけですとか書いてあるもので,で先ほど中里さんがおっしゃったようにえっとこれがまあよく見るえ次のパワーベースシーケンスクオリティというところをクリックするとえこの図が出てきます。これれれはベベーーースス目目から51ベース目まででシシケンシングしたんですけどもそれぞれの えっとポジションですね。1円決め、2円決め、3円決めの今例えば今500万リードあるんでそれぞれについてえっと平均当初からばらつきを取ったものです。まあ大体えっとどのリードもえっと1から13ベース目まで若干低くって、まあそれ以降高いんですけどもえっとスリープライム側になるにつれて若干クオリティが落ちてきているというのがわかります。 でこれはとパワータイルシーケンスクオリティというのはこれはイルミナの場合はフローセルの中がタイルっていうのに分かれていてそれぞれのタイルごとにシーケンシングのクオリティが出ていてあまりうまくいけてないフローセルの中の部分があるかというのを見ているものです。でこれはさっきのパワーベースシーケンスクオリティとは違ってこれはパワーシーケンスクオリティスコアということで 1,、えー、1リードのシーケンシングの クオリリティバリューをを平均してそれを頻度分布にとったものですなので多くのリードっていうのはもう非常に高いシーケンスのクオリティバリューを持っているんですけどもごく一部は非常に低いクオリティバリューを持っています。でえっと次ですねパーベースシーケンスコンテンツっていうのは1円期目から51円期目まで。 各リードの G C AT G C の ATGC 割合を取っています13延期目までがこうばらついていてこれはあとでちょっと説明します RNSEC でよくあることなんですけどもそれ以降はまあ大体 A と T それから G と C が同じぐらいの頻度があるということが分かりますでこれは GC コンテンツのばらつきですねで理論的にはこんな感じになるんですけどもこれ二方線になってちょっとこの解釈は えっと本当はしないといけないいいととけころですでシーケンスリングリードの中には N という読まれなかったというものは含まれていませんと。でシーケンスの長さは全部51円期ですと。でシーケンスデュプリケーションレベルというのこれもあとで説明するんですけども、えっと、全く同一のリードが何個含まれていたかと一番左側というのは全く同一の、えっと、配列ではなくてユニークなリードですよと。 同じ同一の配列が2回出てくるリードですよと3回出てくるリードはこんだけありますよというふうになっています。であとこれはよく出てくるシーケンスの特徴ということでシーケンシングに使うアダプター配列というのがまあちょこちょこっと出てきたりします。でもうまあそれはすごい少数でありますよというのがこのアダプターの割合の分布のところです。であとは、えー ランダムに比べてよく出てくるこれは7円期の、えっと、配列のつながりですね7マーの根っていうのがありますよということが出ています。まあこんな感じで、えっと、クオリティを見ることができるので、えっと、実際にこれをまあえっと、まあえっと いくつかその GC 顔料の問題はあるんですけども、まあ、基,本基本的によく見るような RNSX のクオリティをこれは示しています。それで一旦、えー、とこっちに戻ってきて、えー、延期ごとのクオリティまあまあいいけど、えー、と5プライム側と3プライム側で若干クオリティが悪くなってきた延期組生のバラつきというのは13延期目までが結構 バイアスがあったよとこれは RNSX の特徴によります。で重複した配列というのは、まあ、あれ今回のは RNSX に比べしたらそれほど重複の頻度は高くないです。でアダプターの配列もあるけどもむちゃくちゃ多いわけではないというのがここで言えることです。でまあ、ただ えー、いいリードはやっぱり使いたいので使えるデータを抽出したいですで、えっと、DNA のまあ、えー、CDNA のインスフラグメンテーションされた CDNA のインサートがあって、CD、シーケンスリードがその長さを超えてしまう場合というのは、えー、アダプターの配列にかかってしまうんですねなのでこのアダプタースリーププライム側のアダプター配列を取り除いてやろうとそれからクオリティが低い配列を除去してやろうということをします で、えっ、ー、と、まあ、いろいろ、えツ、ー、ールがあるんですけども、今回、えー、演習2で、その、クオリティが低い配列を除いた、えー、リードの、えクオリティチェックをしてみましょうということで、これは先ほど、えっ、ー、と、中里さんの話にもあった、トリムガロアというツールを使っています。で、さっきの FastQC の、この、え画面に戻ってもらいたいんですけども、 でもう1回ファイルを開いて欲しいてしんです。左上ファイルで、えー、オープンそうするとさっき開いたフォルダファースト Q のフォルダになっているので今度トリムドの方ですねこれを選択して開くとそうするとここにタブが1個できたんですこっちの右のタブをクリックすると今計算してますよと 15%20% という風に、えー 進んでいますここまでは大丈夫でしょうか、えー、そうすると、えーまあ、計算が終わって、えー、そうですね例えばパーシベあこれを比べてみるとパーベースシーケンスクオリティを両方とも選んでおいてタブをこうクリックで切り替えるとトリムのした方は、えー、下にビヨーンって伸びてるここの部分がなくなっているというのがわかります。 非常にに高高いいクオリティが高い配列だけに備ったとそれからそれがもっと顕著に分かるのがこのパーシーケンスクオリティスコアで平均のクオリティバリューがここら辺低いものというのは今回のトリムによってなくなって最低で平均29前は最低だとクオリ平均クオリティが2っていうのがあったんですけどここここですねここまでで足切りされています。 本当はまあアダプターがたくさん混入していたら、えっと、ここら辺でこうぐっと立ち上がりがあってでトリムしてまあ平らになるっていうのが見えるんですけどもこれはもともとアダプターの混入が少なかったので、えっと、それについては、えーまあ、見えなかったということです。それで、えっと まあクオリティが向上していたということはこれでわかります。でいくつか、えーとまあ、もっと大大,大きさな例なんですけども先ほどあったように全ての塩基のポジションにおいて、えー、クオリティが高いものですねこれやっぱりこれが、えー、とエラーも少ないいい配で、えー、スでープルグラムガンにダダダ,ダとこと黄色の、えー、と四角形が広がってしまっていて、えー、クオリティが低くなっているのがやっぱりあんまよくないです。でそれから r n s クの場合ですね えっと13延期までがこう非常にばらつくんですけどもこれは RNAseq の,のライブラリ調整法に依存することでえっとランダムヘキサマーっていうのを使ってその逆転写をしたりとかそれから2価の陽イオンを使って RNA を切断したりとかそういうところでやっぱりあのランダムに切れたりとかランダムに逆転写したりっていうのがおきに入 必ずしもランダムにはな,りにくいんです、ね、なので最初の13延期にはちょっとバイアスがかかってしまいます。まあ、それは仕方がなくてまて、あ、その後きちんと,、えー、と A と D それから G と C それぞれが同じ頻度でこう、えー、続いていればこれは r n s e ではまあユージュアルなものです。で右側のように、えー、若干あのサンガーシーケンシングの波形みたいな感じで。 それぞれの塩基を代表するような塩基がポコポコポコって見えてしまっているのはこれはよくなくてアダプターのコンタミネーションとかが起きていると考えられます。でさっきの、えー、デュプリケーティッド・ライトの話なんですけども、えー、と先ほど言ったように一番左はユニークな配列しかない2番目は、えー、っとドイツの配列が2回出てくる頻度でその隣はドイツの配列が3回出てくる頻度と。 いうもので,すでまあそういう頻度分布を出しているんですけども、まあ、RNA は先ほど言ったように必ずしもランダムには切れないので発現量の高い分子というのはたまたま同じ配列が見られるようになります。なので右側のところでポコポコっとピークが出ているのはそういうことにもよるんですけども、えー、まあ、それと PCR によるデュプリケートを区別するというのははっきり言って困難ですただ、その PCR のデュプリケートが多いという傾向をつかむことができて。その PCR のデュプリケートが多い場合というのは、えーえっと、ユニークそれから2コピーある3コピーあるというところがあのギュッと落ちるんじゃなくてダラーッとこう落ちていくわけなんですね右のグラフのように、えー、こういう場合は PCR のデュプリケートが多いので、えーまあ、例えばもう得られる RNA が少ないから仕方がないという場合はそれであの進むしかないんですけどもきちんと,、えーっと 1>, 1マイクロ RNA を用意したのに困難になってしまったということは PCR のサイクルが多く設定しすぎたということが考えられます。で、えっと、こうやってトリムしていいリードを使ってマッピングをしていくと。で、えっと、トップハット2っていうのがよく使われるんですけども最近はハイサットツ2というものにスイッチするスイッチしてきています。 多分、まあそえー、とゲノム情報を使ってマッピングするんだったらハイサツツ2が、まあ、デファクトスタンダードと言っても過言ではないかもしれないです。で、実際に今度はマッピングしたデータについてクオリティチェックをしてみた。マッピングしてみないとわからない、えー、特徴というのはたくさんあるんですね。えっ、ー、と、リファレンスに対してマップされたリードの割合は高いかとか。でもしリファレンマップされたリードが少数で他か。 マップされないのがたくさんあったら、それは何か。コンタミが起きているかもしれない。さっきのファースキューシーでは。コンタミ、例えば。なんか。まずありえないですけども、人。まあ、例えば。あの。マウスのサンプルを扱っていたの人の。リードが,がたくさん混じりすぎちゃって。で、マップされないから、えっと。マウスゲノムにはマップされないから、マップ率が。低くなっているなんていう場合はあります。まあ。ええー、哺乳類同士ってのはありえないですけど、なんかバクテリアとか。 入ってきたりしてコンタミネーションするということはよくあります。それから、えっと、マップされるリードに偏りはないかということであと、えー、でちょっと述べるんですけどもジンボディといって3プライム側から5プライム側までどの領域もあの一応にマップされるかどうかっていうのは、えっと、非常に注,注目すべきポイントです。でここもいろんなソフトウェアがあるんですけども今回 そうでクオリマップというこれも、えっと、Windows でクリックで使えるツールがあるので、えー、これを使ってマッピングデータのクオリティを見ていきたいと思います。それ以外にも先ほど,、えっと、先ほどの講習であったようにトップハット2とか、えー、マッピングのプログラムを、えー、コマンドで打っていった時もこれマ,ッピング、えー、マップ率に関しては、えー、何パーセントこれだと、えー、74%はマップされたよとかそういう情報が、えー、テキストベースで 表示してくれますで、まあ、今回は、えっと、もうマップされたデータを用意、えー、が用意されているという前提でこのクオリマップという、えー、ツールを使って、えー、とマッピングを行ってマッピングされたデータのクオリティをチェックしていきたいと思いますのでまずこの FastQC という、えー、ウィンドウを消してください でこのフォルダーのウィンドウですね。このフォルダーのウィンドウで AJAX 終わりに1個上の階層に戻ってもらって、で、氷マップ V2.2.1 というのがあります。これをダブルクリックしてください。そうすると、このディレクトリーに出てきて、氷、えー、マップっていうのが3つ並んでるんですけど、真ん中ですね。 歯車のが書いてあるアイコンのやつこれをそれでちょっと待ってくださいそうするとなんかあの怒られるんですけどもこれはこの中でプログラムの中で R も使っているので R が見つからないんじゃないかとか言われるんですけどもまあこ今回はその R を使ったプロセスは行いませんのでもう無視して OK と押してください。 そうすると、この氷マップっていうロゴがダーンと現れた、ウィンドウが立ち上がります。ここまでで、えっと。できていない方。それで、えっと、また同じように。ファイルを、また読み込んでいきます。左上のファイルという。ディレクトリ、えー。ボタンをクリックして。ニューアナリシス。で、ニューアナリシスのところにカーソルを置かとなると。三つ、えー、出てきます。BAMQC、R. N. S.。 Q C マルルチサンプルこの中でバム QC というのをクリックしてくださいそうするとこの画面になりますでこの右側のこの「点々点って書いてあるところをクリックすると非常に嫌なところに来ているのでこれを下の方に行くと「アジャックス終わり」というのがあります これをククリックしてくださいそうすると、えっと、よくなれたフォルダの構成のところにきます。それでデータ。あちょっと待ちください。えー、データでマッピング。でどうしようかな。えっと一番下の。えっ、ー メールワントリムドソーテッドテンバムというこれを開いてくださいでスタートアナリシスっていうのを押してくださいここまででえっとできてない方そうすると、えっと、進捗の、えー、バーが出て、えーまあ、そこそこ早く進んでくれますでえっとまあいろいろ出ます でえー、実はここの,のデータというのはファースト QC といろいろかぶってる部分もあるんですけども最初にこれ、えー、とカバレッジアクロースリファレンスというところをクリックすると、えー、各染色体ハエ、えー、なので、えーまあ、こんだけ染色体があるんですけどもそれにどれぐらいリードが張り付いているのかっていうのをこうやって出ます。 まあ例えばこのマップドリードヌクレオチードコンテントっていうのはこれは先ほどのファースト QC の中からマップされたリードだけ同じようなことをしてみましたというようなデータです。それでこうやっていろんなリードのマッピングデータに関するリードのクオリティが出ます。それでもう一つ解析をしてもらいたいんです。 また左上のファイルっていうところから「ニューアナリィス」今度は、RNA「r n a s e ク q c これをクリックしてくださいそうするとまたこうウィンドウが立ち上がりますで「b a m ファイル先ほどと同じ一番下これを開いてくださいで今回はこの「b a m ファイルだけじゃなくてもう一つ下アノテーションファイル これ開くとジーンズ GTF っていうのは、これは GTF っていうファイル形式、詳しくはまあいろんな教科書とか見てもらえれば分かるんですけども、どの染色体のどの位置にどの遺伝子が載っていますよというようなことが書かれているテキストデータです。で、これを選んで開く。で、それでランアナリシスを押してください。するとこれもまあ若干時間かかります。ここまでで、あの、詰まって、 方いらっしゃいますそれでえっと解析が終わるとこのウィンドウが立ち上がります。でここサマリーっていうところにはどれだけマップされましたよとかそういうのでエキソンにどれ何パーセントイントロにどれだけインタージェニックにどれだけマップされましたよなんていうことが出ます。今度はささっき単ににゲノムにマップされた情報だけじゃなくて 今の RNSXQC は遺伝子のどこもしくはエキソンイントロンのどこにマップされたかというような情報まで出ます。それでそれが円グラフであるとこんな感じなんですけどもこれはカバレッジプロファイルアロングジーンズトータルっていうのをクリックしてもらうと5プライム側転写産物の3 5プライム側から3プライム側まで を百分率で表したときにどれぐらいそのリードがマップされているかっていうのは表しています。で、えっと三プライム側はたくさんリードがマップされていて、ええー、五プライム側に行くにしたがってマップされたリードが少なくなっていくっていうのがこのなっているっていうのがこの、えー、グラフです。で、えっとこれは何を意味しているのかというと、ええー サンプルププルレップの方法によよってバイアスがかかりますよとでこの中でああよく似てるなというのが分かると思うんですけども一番右ですねスリンプライム側にバイアスがかかっているとでこれはポリエーセレクションを行った時によくありがちなんですけども、えー、ポリエーセレクションを行った時っていうのは、まあ、ポリエーで mRNA をつってくるわけなんですね。で、えー、もし RNA が出ぐっている場合っていうのはポリエーにつながっている RNA というのは短くなってしまっていて。 そうなると 3' 側だけがたくさんマップされてしまいがちということになります。で実際にこの配列データを使った論文のまとめ層に行くと「ポリエ・ミラノ・マズ・プュリファイド・フラグメンテーティ・バイソニケーション」なんて書いてあるんで、えー、とポリエでつってきてるっていうことがわかります。 でまあ、これはポリでつってきてもあのい,い,あのいいクオリティの、えー、トータル RNA であればそれほど問題がないんです。で、えっと、これはいろんなリンの値ですね、えっと、RNA が出グっているか出グっていないかの値で先ほど言ったように、えー、リンの値が大きいほど、えー、RNA はいい状態なんですけども。 いい状態の場合というのは3プライム側から5プライム側にリードというのは一応に分布していることが分かりますただまあリードリンが4だったり2になったりするともうこれは3プライム側というのはもう出くってしまってあすいません5プライム側というのは出くってつってこれなくなるポリエではつってこれないということになりますあとはこれは今回シングルエンドリードの話なんでピアーエンドリードの話 えー、ペアエンドリードの場合は、えっと、ペアでリードを読むことによってそ,のそ,のリードそれをマッピングすることによってそのフラグメントがどれくらいの長さだったかっていうことが、えー、マッピングデータを介して知ることができるようになりますそういうものの分布もこのコールリーマップを使って、えー、表すことができますで実際に今度、えー、まあマップいいマッピングができたという確証を得られたら 今度は発言定量を行っていきます。で、マップされたリードマッピングデータを使って、どの遺伝子に何個リードがマップされたかっていうことが発言の量として表現されるわけなんです。でえっとこの発言定量を行う。プログラムっていうのはマッピングデータマッピングのプログラムと相性があって、例えばトップハット2であったりハイサットっていうのはカフリングスとかストリング帯っていうプログラムを使いますし。 防、えー、体 BAWA は RSEM RS とか EXPRESS という、えー、ツールを使います。でマッピングしなくていきなり発言定量に行くっていうプログラムもあることはあります。これも先ほど中里さんのお話に出てきたんですけども、えっと、マップされたリードの数つまりある遺伝子に、えっと、1,000個マップされ、ま、リードがマップされましたっていうのは、えー、それだけでは発言、えー、てを定量として 定量したとは言えないわけで、えー、と例えば長い遺伝子ほど、えー、リードマップされる、えー、リードの数っていうのはお多くなるわけですでも実際にそれが発現された、えー、転写産物の分子数を表しているかっていうとそうではないとだから、えー、リードの総数であったりとかで転写産物の長さに応じて正規化されるべきなんですねで代表的な値っていうのが CPM カウントパーミリオンとかそれから RPKM FPKM、これは先ほど出てきたものですそれから最近使われだした TPM というトランスクリプ r スパ l ミリオンというような指標があります。それで、えっとまあ、これはあの余裕がある人を見てもらえたらと思うんですけどもあのなので余裕がある方だけというところで、えー、AJAX 終わりの、えー ディレクトリに戻ってもらってデータのディレクトリフォルダーそれからリザルトっていうところにいろんな、まあ、こんなのが入っているんですねで全一つだけ Excel であとはテキストファイルなんですけどもこの GENRPKM っていうのを右クリックしてプログラムから開くとはいえっとまあこんな感じで開きましたということだけでもういいですえっと スライドにそれが書いてありますので、えー、まあタブ区切りのテキストファイルはエクセルで開けますというまあ単純なことだけです。でそうするとまああのこんなあのスライドにあるようななあの感じでえっ、ー、と、えー、開くことができます。で今 G-RPM っていうのを開いたんですけども、ここスライドで示しているのは Gene c o u n っていうのと Isoform-RPM というのを開いています。 でジーンカウントっていうのは、えっと、各遺伝子ごとのローカウントつまりその遺伝子に貼り付いたリードの数というのを表しています。でそれでそれえっとそれ、えっと、各1行ずつ各遺伝子で、えっと、最初にえっとメス、えー、B の列がメスの 1,、えー、1サンプル目、えー、C の列が、えー、メスの2サンプル目 D の列がオスの1サンプル目、えー、E の列がの、えー オスの2サンプル目というふうふに表されていますで「アイスフォーム RPKM テキスト」っていう方は今度遺伝子ではなくって転写産物の単位ですね一つの遺伝子に複数のスプライシングバリアントがある場合は別々に表しています。で A の列がそれぞれの転写産物の ID で BCDE については同じくそれぞれのサンプルの今度は RPKM の値を表しています。 でこれはちょっと込みた話になってくるので、えー、本当にこれから RNS 飼育をするんだっていう人ぐらいにしか役立たない情報なんですけども、えー、RPKM と TPM っていう値があって、えーまあ、それぞれ RPKM はリード数で正規化して TPM というのは転写産物数で正規化してるんですけども、えー、RPKM の方はこの R っていう変数が入ってるんですけどもこれは総リード数に相関するんです。 総リード数で TPM っていうのはえっ、ーえー、と全転写産物ある種の全転写産物の数になりますなのでえっ、ー、と総リード数に、ね、依存する RPKM と異なって TPM の総和っていうのは、えー、同じ生物のあらゆるサンプルで不変ともっとよりよくえっ、ー、と標準化される手法だということで、あのー、最近あのー RNSEC の,の解析プログラムのアルゴリズムを開発している人たちはもう FPKM とか RPKM の代わりに TPM を使おうと主張していますまあ結構使われ始めているんですけどもまだまだ、えー、RPKMFPKM の方が優勢ではありますがこの先、えー、と解析される方はえその流れを注視していく必要がありますそれで発言が先ほど見たようにえ定量化されたと でそうしたら2つのサンプルの間で発言比較解析をしてみましょうということになりますでここでまあ R を使ってえと解析することが多いですで DSEC とか HDR とかそういうプログラムを使うことになりますでこのえと発言比較解析においても正規化さらに正規化が必要で 例えば今こう表しているサンプル1とサンプル2の間で ABC という遺伝子がこう発現しているわけなんですけどもえサンプル1で A がすごい発現しているとでサンプル1と2で B と C はそんなに変わらないとだけど RNSX にするとシーケンスリード数にするとこれが相対量になってしまうんですねそうすると,えと見かけ上え B と C の発現はサンプル1で低下しているように見えてしまうんですこういうい一つの 遺伝子のシーケンスの一つの遺伝子がシーケンスのデータを下線してしまっているような状態は正規化する必要が出てきます。こういうのは先ほどの発言比較の解析のパッケージの中に含まれていたりします。それで今度は満を持して Excel で開くことができるファイルで先ほどの a j a x 終わりデータリザルトの中の 一つだけ X が輝いているアイコンのファイルを開いてください。でこれが発現比較解析の結果です。もし場所が分からなかったり開けなかったりした人は、えっとスライドを見てもらえればもう十分です。で A の列は遺伝子、もしこの場合はえっと遺伝子単位で発言比較解析を行ったので遺伝子 ID が入っています。 で2番目が p バリューですねで3番目が多重検定の補正を行った q バリューそれでログ次はログフォールドチェンジというのはオスとメスの間でどれくらい発言の比があったかっていうのを定画2のログに変換していますでログ CPM っていうのはオスのサンプルメスのサンプル全部の CPM を平均して定画2のログにしていますこんなような数値が入っています であとは、えっと、G と H のところですね。えっと、フィーメール、えっと、メスの、えっと、2つのサンプルの平均の CPM。で、えー、H が、えー、2つのオスのサンプルの平均の CPM が入っています。はい。えー、それで、えー、と、先ほど p バリュー q v a l u というところで多重検定の補正という言葉が出てきたんですけども、えー この発言比較解析というのは各遺伝子について2つ、まあ、今回だとオスとメスのグループ間で発言量に差がないという帰無仮説を検定することになります。でこの検定を遺伝子の数例えば2万個あるんだったら2万個を繰り返すわけなんですね。で片や有意水準というのは帰無仮説が正しいにもかかわらず偶然に棄却してしまう確率と。で P 値が 有意水準を下回る例えば、まあ、よく P 値が5%水準を下回って有意だとかいうようなことは言われるわけなんですけども、えーまあ、P 値が有意水準を下回るケースっていうのは帰無仮説が,が正しいということがほとんどなくて例えばこの前だったら、えー、有意水準を下回ったものについては軍艦で発言量に差がないとは言えないとそれもたまたまそうだと起きにくいとこれはだから発言量に比較があるんだというようなロジックを使うことになります。 ただこの同種のこの検定を行うと棄却される検定のうち本当は帰無仮説が正しいというケースが多数占めてしまうことがあるんですね。で例えば有意水準5%の検定を2万回繰り返すとこれごくごく単純に考えると棄却されるにもかかわらず実際は帰無仮説が正しいという検定が2万 ×0.05 の1000回起きるわけなんです。で今例えば本当に発言 の差が有意だ有意にあるっていう遺伝子が真に有意だという遺伝子が500個あったとした場合に、えーとでまあ、検定の結果出てくるのは1,500個でそのうち1,000個が間違いということになってしまうものなんです。これは非常に問題なので、えー、この優位に棄却されたっていう中で間違いだよっていうのを、えー、なるべくそれをコントロールするっていう思想があります。それがフォススディスカバリレート FDR と呼ばれるものでこの優位に棄却されたっていうものの中にフォルスポジティブ本当は勤務仮説が正しいっていうものを5%に抑えようとか1%に抑えようとかそういうことをそうやって間違いが極力少なくなるようにコントロールしています。 それで、えっとまあ、発言の,この解析のデータというのはいろいろ可視化することができて先ほど示したあのトリー状の、えー、クラスタリングもここにもあるんですけども、えー、遺伝子プロファイルによってサンプルのクラスタリングをしてみたりとかそれから軍艦、えー、で2つのグループで差がある遺伝子をこうやって可視化したりするということができます。それで、えっと、ここからは えー、今までクリッククリックでやってきたのとは違って、えー、っと実際に、えー、R を使ってコマンドを打ち込んでもらうという、えー、ちょっとしんどい実、えー、習になりますので、えっと、ちょっと申し訳ないですけどもあの時間の関係もあって えー、ちょっとこれ無理だってなった場合は私がやるのを見て、えっと、どんなことが分かるかということをあの知るというふうに切り替えてもらえるとありがたいです。<laughs> それでこの実際にこれはですね先ほどのウェブブラウザの実習ノートにの方に、えー、っと R について、えー、手順が載っています。で あとで,、ね、でさっきのエクセルデータをあのこの Ajax のこのページにリンクするようにしておきたいと思うのであとで自分で家であの R と RStudio を入れて練習してもらうっていうのもいいかなというふうに思います。でこれ最初の0のところですね R と RStudio のインストール R ライブラリのインストールというところはもう終わっています。 で、えー、RStudio の起動とあすいません、僕開けてなかったですね。えー、すいません、えっ、ー、と RStudio の起動というところです。実習ノート2の1っていうところ、RStudio の起動というところからですっ、ねえー、とスタートメニューじゃないや、えっ、ー、とデスクトップにすいません、えー、もう RStudio っていうのが、えー、あります。 これをダブルクリックしてください。えー、こういう3つの画面からなるワークシートが出てきます。それで最初にちょっとす、えー、セッションというので上にあります左から123456番目セッションセットワーキングディレクトリー チューズディレクトリーを選んでクリックしてくださいでそれでえー、っとフォルダーを選ぶ画面になったのでこれもデスクトップアジャックス終わりデータリザルトこのリザルト をこの選んだ状態でフォルダの選択をしてください実際に動かす手順はあの真ん中の,あの PC に出ているのでそれを確かめながらやってもらえればいいかなというふうに思いますそうするとなんかここですね画面のセット WD なんちゃらかんちゃらっていうのが出るんでこうなっていれば OK です でこの、えー、っと発言プロファイルのデンドログラムの作成というところにいきます。基本的に、えっと、この灰色で囲ってあるところの中に入れるコマンドが書いてあるのでこれをどんどんコピーペーストしていってこのいけたから始まる行は以外のところですねなんか英語でむにゃむにゃと書いてあるところだけコピーペーストしていってもらえればえっと うまく働くようになっています。なので、えっと、コントロール C で、えー、コピーして、コントロール V で、えー、ペーストするということをやってもらえれば。 大丈夫でこのライブラリー PV クラストっていうのを入れてまたこっちに戻ってこの今度インデータってやつですねこれをコピーしてえっと僕はちょっと片手しか今使えないのでコントロール V とか使わずにこういう。 状態で、えー、マウスを使ってやっております。で、えー、今度この EXPR というのをコピーして、えー、同じくこれもペーストすると。で今度えー、っとまあこのヘッド EXPR っていうのはこれはきちんと格納されたものが入っているか確認しましょうというだけなんでこれはスキップしてもらっても構いませんこんな感じで6行出ます上から6行出ますそれで最終的にこの PV クラスの実行というところですねえっ、ー、と t v クラストというのはさっきの発言プロファイルに、えー、の類似性に基づく階層クラスタリングを作る方法です。でさらにそれにそのクラスターされたあの内部の枝の、えー、た確からしさというのを統計値で示します。で、えっと、マルチケールブートスラップっていうのが始まるので、えっと、ちょっとこれで時間がかかります。 たぶん3分から5分ぐらいかかるんじゃないのかなと思います。あ、もう出ましたね。ああ、なんかすごい、あのー、スケールが生きてない、えー、クラスターが出てきました。えっと、ただちょっと見てもらいたいのが、えっと、えー、2つの、えー、組み合わせが出てきて、それで、それぞれ、えー フィーメール1メール1とそれからフィーメール2メール2が組んでしまっているということです。これはあの先ほど言っったままさにバッチエフェクトの問題が出てきてきしまっている状態です、ね、えっと本当はオス同士、えー、メス同士組んでほしいなということなんですけどもただあの多分もっと根源的なところはそんなにこのオスとメスの発言であの発言に遺伝子プロファイルに発言プロファイルに差がないというものだったんですね。 なのであのバッチエフェクトが顕在化してしまったと考えられます。あとこの PV クラストについて、えっと、この枝のところに数字があって AUBP というふうに書いてあるんですけれどもこれはあの勘のいい方にはご存じの通りブートストラップ値とそれから AU テストによる P 値を表しています。まあ、こんな感じでデンドログラムを表すことができました。 とというのが、えー、っと今のが今ころですでさっき言ったバッチエフェクトみたいなのコナンが現れてましたよということです。今度は発言比較解析の結果を可視化しましょうというのが、えー、次です。えー、っと RStudio を使ってボルケーノプロットと MA プロットというのを、えー、っと比較してみましょうとさ作成して。作成してみましょうということです。でこれは、えーっと 先ほどのえっ、ー、と流れですねえっと今度三二軍のえっと実習ノート2の3二軍間の発言比較に基づくボルケンのプロットプロットの作成というところですもうこれは慣れている人がもしいらっしゃったらどんどん進めてもらってもかまいませんで今度はえっとさっきはですねあのおっとえっと ここです、ね、えっ、ー、とこういうえっ、ー、と「リードデリム」っていうでそれで、えー、括弧ことダブルクローテーションをここでくくってテキストファイルを指定するっていう形でファイルを読み込んだんですけども今度はもう Excel データを読み込んでみましょうということであの右上の、えー、ウィンドウの「エンバイロメント」っていうタブをもともと開の 選択されていると思うんですけども、ここにインポートデータセットとかっていうのがあって、で、from Excel というのがあります。これをクリックしてもらうと、えー、ウィンドウが立ち上がって、で、えー、っと右上のところにブラウズっていうのがあるので、これを選択すると、えー、先ほどのリザルトのフォルダーのファイルの中身が表示されて、で、一つだけ Excel アイコンがついてるやつ、これを選びます。 で開くでえっとそれでああちょっと,見せえっと Windows とそれからえっと Mac で違っていたかもしれないんですけどもこのインポートオプションのところですねネームっていうところがあるんですけどもネームのところをえっとちょっとああ違ったこれ削ってもらって ディフとこれだけにしといてください。あんまり長い名前をつけるのもあれなので。えっと。で、これでインポートっていうのを押します。そうすると、この右上のところにあ、あすみません、左上のところに、さっきの Excel ファイルが取り込まれましたよというふうに、こう、ダーンと現れます。で、まあ、これはまあ、そんなに見ることもないので、ちょっと下のウィンドウを動かして、 上上に上げておいいくださいそれでさっきのウェブブラウザに戻りまして実習ノート2のページでこれで Excel のインポートが終わりましたというところでちょっとこのヘッドのコマンドのところはこれはちょっと飛ばしましょうそれでボルケーのプロットっていうのを以下を1行で入力っていうのを書いてあるのをこれをコピーして Real Studio の中で。 ペーストしてくださいそうすると、えっと、右下のところにこんな、えー、プロットがありますちょっとこれ分かりにくいので、えっと、この Y 軸で縦軸の範囲をちょっと狭めたものをですね、えー、次の見やすくするために Y 軸を0から20の範囲に絞ると書いてあるやつこれをコピーしてでさっきこれ見たのよりこの 最後の部分ですね。y リムイコール c ゼロ二十って書いてある。これを加えることによって、えー、y 軸の範囲を設定しています。でペーストででそうするとこんな感じで、えー、もっとえっ、ー、と引き伸ばされたよになって。これでえっ、ー、と気づいた方がいると思うんですけど、ボルケーノプロットっていうのはもう見た目がボルケーノだからと火山っぽいからとえっ、ー、と 有意差があるところは赤色で光らせて、あたかも山から噴火したあの溶岩のように見えるというところです。で、これは赤色は何を表しているかというと、このさっき入れたコマンドの中をちょっと見ていくと、diff expr dara 9.0 value が、えー、あこれ本当は、えっとイコール入ってちゃいけないですね。えっとレス残0.01というところがあるんですけども。 つまり Q バリューが0.01よりも低いものを赤色で表しましょうというふうにしています。そうするとそのそれがまあ有意差があるというふうにえしましょうというふうに決めています。そうするとこの赤色の点が一つ一つの遺伝子を表していてそれが有意差があるものです。で同様にえっと今度次ですね この条件のところキューバリーじゃなくてフォールドチェンジつまり発言比の絶対値がログフォールドチェンジの絶対値が2より大きいものを赤いドットで示すとと書かれているところですねこれをペーストしてやって入れるとこんな感じでちょっと違ってきます。この 左下のプロットのところにこの矢印があるんで、これを押すと前のプロットに戻ることができます。こんな感じで、ちょっと違ってますよね。こんな感じになります。で、今度は MA プロットっていう方に進んで、もこれも一行をえコピーしてえー入力してください。そうすると今度は違う形のプロットが現れます。 すいません、今あの、ボルケのプロットの軸の意味をきちんと説明してなかったんですけども、横軸が、えっと、ポールドチェンジ、発言の比です。で、縦軸が9バリュー、つまり統計値の、えー、大きさですね。上に行けば行くほど、9、えー、バリューが小さ,小さいんです。ちょっとあの逆に、意味が逆になってしまうんですけども、上に行けば行くほど9バリューが小さくなっています。 で今度は MA プロットっていうのはこのフォールドチェンジが縦軸になります。発言比っていうのが、えーとえー、縦軸に表されてゼロ,ゼロより離れれば離れるほど発言の、えー、比が大きいということになります。で,た、えー、で横軸はログ CPM ってい、ま、う、あ、発言の絶対量ですね絶。発言の量が多ければ多いほど、えー、右側に行くと。 でこれがえっと9で0.01の水準で切った MA プロットです。で同様にフォールドチェンジでも切ってみましょうと。そうすると,えっとフォールドチェンジで切るのでここあの左じゃない右下のグラフのこ,こ この線ですねここの線でごっそりこうあの赤と黒で分かれることになりますでどこを変えあのコマンドの中でどこを変えたかっていうのは、えっと、先ほどの実習ノートの中で赤色で示しているので、えっとまあ、どういう条件をつければあの赤いところを変えれるのかなっていうのは、えー、分かってもらえるかなというふうに思います。 それで、えっと、まあ域地に何を用いるかということで、まあ、よくマイクロアレイの時代に使われていたのがあのフォールドチェンジ発現比だったんですね。で RNA セクの時代にはあの P バリューもしつまり、えっとまあ、Q バリューもしく P バリューに基づくまあ統計値を使おうということにな、えー、変わってきたわけなんですけどもでその差を きちんと見ると、えー、キューバリューなぜ Q バリューを用いる,用いるべ,きだかべきかっていうことが分かってきます。で、ログフォールチェンジっていうのは発言の比が、えー、と一定の水準であれば全、すべて優位差があるというふうにしてしまうんですね。そうすると、えー、と右下のグラフなんですけども、発言量が低,く低いところでも発言比が高ければ、 あの有意差があるというふううふに見なしてしてまうんですよ発言量が低い時っていうのは本当にあのいろんな実験とかシーケンシングのブレであのたまたま0.1が0.5になったりとそういうことはもう起こりやすいんですそういうたまたまのところまで選んでしまっているとで逆に発言量が高い発言量が大きいのに大きくて2倍発言の比があるものっていうのはえっと 今の基準だとと選ぶことができません例えば、えっとま、ずざっくり、えっと、1000という単位の発言量と2000という単位の、えー、発言がそれぞれのある遺伝子で A と B のサンプル間であったとしてこれも直感的に発言量の有意差があるなというふうに思うんですけども発言比では、えー、これは棄却されないんです。でも、まあ、Q バリューを 統計検体をすればこの2つのには発現差が有意にあるというふうに言うことができます。それはちょうどそのボルケのプロットの真ん中ログ FC が2より大きいというところ真ん中のところが黒くなっているところですね。これは Q バリュー。Q バリューは非常に低いのにえ発言比のセレクションではえ取り残されてしまうという場合です。それからあとえっと。 P バリューですね、つまり、えー、と多重検定の補正をしない場合というのはむちゃくちゃたくさんの、えー、サ,サンプルを、えー、遺伝子を有意差があるというふうに選んでしまうのでこれも厄介ですおそらくあのこの差ですね、えー、P バリューだけで選ばれているというところは本当は有意差がないはずなのところです それでこうやって発現差がある遺伝子が得られてきてここからえっと何を得るかっていうことなんですけども、まあ、個別の遺伝子をマーカーとして取ってきたりとかそれからまあそれで発現同定してノックアウトとかしてやって機能解析をするとかそれから既存の知識をもとに発現がある遺伝子群がどういう特徴が、えー、あるかっていうのを見るようエンリッチメント解析なんかをすることになります。それででちょっと駆け足なんですけども、えっと 個別の遺伝子をちょっと見てみましょうということでえと IGV という先ほどあの中里さんもえっと紹介されたツールを使いますでえっと a j、JA、a x a、JA、j a x 終わりの中の IGV2.3.90 というフォルダを開いてそれでえっと IGV ってだけ書いてあるやつですね歯車のアイコンがついてるやつこれを選んでくださいでなんかこの黒い画面が立ち上がってでそれでちょっと、えー、時間を、えー、置きますこれもだいたい1,2分すれば ね今一応これアクセスを許可にしておいてください。それでえっとこの左上のヒューマン HG19 という現わ書いてあるところにもし DM6 っていうのが現れていたらそれをクリックしてもらいたいです。それでもしなかったらモアを押すとこういう。えー えーっとゲノムの種とバージョンを選ぶっていうのがあるので D メラノガスターっていうのこれアルファベット順に並んでいるんで D のところまで来てもらったらその真ん中ら辺に「DM6」という、えー、書いてあるのがあるのでこれをクリックしてくださいでこれを OK と押してもらいますでそうするとえー、っと今1ゲノムがロードされていたんですけど代わりにえー、っと えー、ハイゲノムがロードされますでさらにこの「ファイル」っていう左上のところをクリックして「ロード・フローム・ファイル」これをクリックします。それで、えー、またデスクトップ・アジャックス終わり「データ」で「えー、マッピング」で。この中で えっとまずそうですねえっと上から一二三三番目えっと SR んたらかんたらフィーメイル一トリムドソーテットド,ドットバムっていうのを選びますでこれを開くとで同じ手順でファイルロードフロームファイルでえっと今度 SR んたらかんたらメイル1トリムドソーテットバムを開きます これで今何を行ったかっていうと IgV のこのビワーの中でハエ、えー、のゲノム情報をまず入れてで今度、えー、とオスとメスの RNAseq のマッピングデータを入れましたそれでまああの有意差がある遺伝子なんかを見てもらうといいんですけども、えー、とちょうどこのツールのツールバーの上のところですね、えーとえー でぐりぐりしますここですここ,ここのところに、えー、YP3 とかって言います YP3YP3、えー、でそうするとこんな感じで YP3 っていう遺伝子が選ばれてでこれ見たら分かると思うんですけどもえー オスとメスでなんかすごい違っていますよねこれはあのマップされているリードの数がえっとメスがすごいたくさんあるわけなんですここにえっとスクロールバーガーでこれを見るとザーッと下の方まであってこの一個一個の四角がシーケンスのリードですこれがバーッとたくさんあるつまりえっとメスではこの YP3 という遺伝子がこう発現しているかたやオスではもうちょこっとしかないという 状態です。こうやって例えば本当にあの今シーケンスしたものがえっと正しい結果を得られているかっていう場合にはマーカー遺伝子が知られている場合というのはこのアノンセックを行った後に知られているマーカー遺伝子を使を Igv のビューアーで見るということが非常に役立ちます。まさにこういうところはあのバイオインフォマティクスだけではダメなんです。えっときちんとこの 今ある事象について生物学的な知識を持っているというまさにウェットをやっている人がインスピレーションを持って、えっと、解析を、えっと、自ら行っていける場所だと思います。でこんな感じで IGV のビュアを使うことができましたとすいません駆け足にちょっとなってしまいましたがえっと そんな感じで、えっと、IGV、えー、を使うことができます。それで、えっと、あとはエンリッチメント解析というものがあって、えー、あと10分。えっと、今まさに、えっと、発現比較解析をしてオスだ特異的に発現してきた遺伝子とかメス特異的に発現してきた遺伝子っていうのをエクセルの表にして得られることができました。でその、えー 例えばオス特異的メス特異的に発現してきた遺伝子っていうのはどんな特徴に紐づ付いているのかということを調べるのがエンリッチメント解析ですこれはえっと昨日武藤先生がちょっと紹介されたんですちょっとだけはいわかりましたでえっとここについてはえっと デイビッドっていうツールを使うのが結構デファクトスタンダードなんですけども、えっと、みんなで一斉にアクセスするとさっきもうちょっと話があった通り、えっと、動きが遅くなったりとかあの攻撃とみなされてシャットダウンアクセスをシャットダウンしてしまうので私がだけがやることにします。で、えっとまあ、最も使われているエンチメート解析ツールっていうのがデイビッドっていうのものがあるんですけども2万1,000回もサイテーションされているんですけどもえって最近 えっと、新しいバージョン6.8っていうのがリリースされたんですが一つ前っていうのはもう7年前のリリースだったんですでこのえっとこう多分10月にこれリリースされたっていうのはある論文が原因だと思いますでこれはあの古いアノテーション情報を使ったエンリチメント解析っていうのは結果の感度が低くなってしまうんですね7年前のアノテーションと今のアノテーションだったら情報量が全然違うわけなんですでえっとここになんかわっと と書いてある図があるんですけども、えっとエンリチメント解析の結果、えっと2 0 1年、え2016年だけのデータから得られるものが紫なんですけども、えっと紫の色がもう半分ぐらい占めていて、えっとこういうようなデータっていうのは2010年の結果からデータからは得られなかったわけなんです。にもかかわらずデビットが疲れ続けて、えどういうこういうのはどうなんだっていうようなことが書いてある論文なんですけども。 まあそれを見て、慌ててデビットもいかんいかんって言って、新しいバージョンを作ったと思うんですけども、なので、これから先も Web ツールのリリース日っていうのはえっと注意してください。使う場合には。デビット。まあ、適当にデビット GO とか、デビットエンニチメントとかって入れると。 これが出てきて、ウェ o カムトゥ・デイビッド6.8というふうに表されます。で、このファンクショナ n アノテーションっていうので解析をしていくわけです。それで、えっと、データとしてはさっきのリザルトの中のこのディファレンシャル、えっと、発言比較解析を行ったものを使います。で、えっと、すべてのちょっとすいませんあの、見づらくなるんですけども。 若干、えっと、倍率を下げましたでこれはえっとですね、えー、実習ノートの一番最後のところにデビットの使い方というのは、えー、っと載せています特にこれは私が演習するだけにしてしまっているので、えー、結構細かく載せているので後でえっと見ながらやってもらうっていうのもいいんじゃないかなと思います。で Excel でまああのいろいろえっ、ー 好き人間の行を選んでいきたいというときにはフィルターという機能が非常に役立ちましてそれでこのフィルターという機能で数値フィルターですね指定の値よりも小さいと Q バリューが0.01よりおっと0.01より小さいとします。 そうすると114個だ114113個だけ選ばれてきます。で今度、えー、っとログフォールドチェンジでこう昇順降順どっちでもいいです。こうやって選んでくるわけなんです。そうすると今、えー、っとログフォールドチェンジが小さい順につまりマイナスの順に並んでいるのでこのマイナスのものだけを取ってやれば、えー、有意差があって かつフォールドチェンジがマイナスこの場合は有意差があってえっとメスで高発言しているというえ遺伝子のリストを取ってくることができます。でこうやって Q バリューで選んでフォールドチェンジで相当してやってこの A のカラムでえと遺伝子のリストを取ってくると。でそれでウェブブラウザに戻ってデイビッドのところに行って このペーストはリストのところにこのバッと貼り付けるわけなんですね。でそれで、えっと、でステップ2のところで今回フライベースの,あのハエの ID この遺伝子の ID っていうのはフライベースのン ID なんです。でこれを選んでンリストっていうところを入れてサブミットリストっていうのを押します。でそうするとまあリストとしてアップロードされましたよということででそれでまあいくつかえー 重要なものだけを選んでエンリッチメント解析をしたいなと思うのでこのジンオントロジーのまあ3つですねバイオロジカルプロセスセルコンポーネントモレキュラーファンクションそれからえっとケッ g のパスウェイこれでえっとこのファンクショナルアノテーションチャートっていうのを押すとこうやってえっとエンリッチされるエクストラセルラーリージョンとかそれからッチンバインディングかな それっていうようなえっ、ー、と G.O. タイムが引っかかってきます。残念ながらちょっと結局のあの結、ー、局の、えー、エンリッチメントは引っかかって来なかったのですが、えっ、ー、と結構これは。 結句の結果があると面白く言って結句のパスンの中で、えっと、リストに登録されている遺伝子だけ星でチカチカって光ったりします。これはさっきのあのあしまったえっとデイビッドのこの結果の表からこのそれぞれの GO タイムをクリックすると GO のページに飛んだりとかこの棒グラフを押すとリストの中でこの GO のあの カテゴリーを持った遺伝子だけを抽出するサブリストを表示することができたりします。すみません、ちょっと駆け足になったんですけども、こうやってエンリチメント解析を行うことができます。ただ、私のおすすめはこの G プロファイラーってやつで、え、これは更新、あ、これもエンリチメント解析のツールなんですけども、更新がまあ頻繁にあって、えっと。 遺伝子のアノテーションはアンサンブルというゲノムのデータベースに準拠するんですけどもこれもまあそのリリースごとにこの G プロファイラーはアーカイブを作ってくれるので自分が例えばアンサンブルの80リリース80で解析していてでもあのやってる間にあのー アンサンブルはリリースがアップデートしたっていうふうになっても G プロファイルの中ではリリース80のアーカイブがあるのでそのリリース80のアーカイブの中で解析をすればずっとあのえ自分が使っているリリースと同じえーリリースで対応づけて解析することができます。であとはえっとそうですねえっとリファレンスゲノムがない生物っていうのはえーまあデノボトランスクリプトもアセンブリを行いましょうというのは先ほどあった話です。 で実は私たちのユニットではそのシーケンシングのサービスだけじゃなくていろんな生物のゲノムやトランスクリプトも読んでいて、えっと、私は、えっと、このソメイワケササクレヤモリという、えっと、ヤモリをまあ発生学の、えー、っと爬虫類のモデル生物にしようということで、えー、ゲノム解析を行っています。で先ほど r n s ク普通に発現比較解析を行うにあたっても どれくらいのリードを、えーまあ、どれくらいのレプリケートどれくらいのリード数を読むかっていう話があったんですけどもデノボトランスクリプトオーマンアセンブリとかを行うにあたっても、えー、どれだけリードを、まあ、予算が許す限りたくさん読んだらいいのかもしれないんですけどもどれだけシーケンスすれば十分かっていう話になります。でシーケンスの量が少なかったら低発現の遺伝子っていうのを復元できない。 でシーケンスの量が多すぎると今度はコストが増えるとコストが増える割にあんまりそれに見合った改善を得られないしよく分かんない配列クリプティック・アンステーブル・トランスクリプトっていうゲノム上からたまたまそこになんか RNA ポリメンスがくっついたりかなんかでしてあのデロデロって読まれてしまった配列が増えたりしてデータがどんどん汚くなっていくんですねでまあなので、まあ、なるべく少なくえー 効率よくシーケンスのトランスクリプトムのデータを得たいわけなんですけどもその時にトランスクリプトムアセンブリのモーラー性を測る指標というのが2つあって N50 という配列の長さによる指標とそれからデノボトランスクリプトムアセンブリの中で復元された遺伝子数ですねどれくらいの遺伝子数が復元されたかっていうようなことを指標にする方法もあります。でそのどれれらいいの遺伝子が復元されたかという 指標を見るためのウェブツールっていうのを私たちの研究室で開発してえっと、えー、今あすいません多分 Google で出てくると思います。えっと URL を載せるのを忘れて大失態なんですけども、えっと、この G ボランタっていうアセンブリの改善度を評価するウェブツールっていうのがあるので、えーまあ、もし、えっと、非モデル生物なんかを使われる場合にはこれを試してみたら あ非常に有用かと思いますでまあ今までこうショートリードシーケンサの話をしてきたんですけどもショートリードシーケンサっていうのはやっぱりあの例えばデノボトランスクリートもアッセンブリーなんかをする場合には非常に、えー、効率が悪くって、えー、もともとあの例えばこれ 赤い紙をバーとえっと洗浄に切ってこれ繋いでくれって言ってでもいろいろゴミが混じって結局いろんなゴミが混じって復元されたものを渡されているっていうのは図なんですけどもまあこんなことが起きてしまっているんですねなのでやっぱり最終的にはロングリードシーケンサーをこういう目的では使いたいということでまあ今いろいろ出てきているんですけどもあのエラー率のまあエラー率の向上っていうのは変な言い方ですねエラーまあなるべく今エラー率が高い のが問題になっていいるるののでそれを改善するというのが課題になっていえすここら辺は先ほど中里さんのスライドでもあったと思うんですけども実際に手を動かしてハンドリングしていくにあたってやはりまあこういうところら辺の教科書というのは非常にありがたい存在です。あとはまあこの近郊であったらあの岡崎の規制圏で r n a s ッ c のチュートレールが開催されています。実は最近 行われるんですただ残念ながらもう今回の締め切りは終わってしまっていて多分次回は夏8月から9月頃にあるのではないかなというふうに思いますので実際にもうハンドリングをしたいとそのためのチュートリアルを受けたいという方がいらっしゃいましたらあの岡崎の規制剣で行われているトレーニングコースに参加されるのがいいのではないかなと思います。 ちょっと時間を超えてしまいましたがあとはえっと、いろいろ参考になるリンクをつけています以上ですどうもありがとうございました